ぐわかるおすぐわかるおのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはカルオです。今回はですね、スタンリー・キューブリックの幻のデビュー作恐怖と欲望についてお話をしていこうというふうに思っております。この映画、キューブリックの自主映画ということで、これが劇場デビュー作となるわけですね。公開は1953年です。監督はスタンリー・キューブリック（かっこ新人）ということですね。脚本も、スタンリー・キューブリックとハワード・サックラーさんですね。サックラーさんは基本的には詩人なわけですね。ポエムを書く人、詩人さん。それがキューブリックの友人にいて、脚本書こうよとなってこうなったわけですね。後にサックラーはですね、映画の脚本家としても、いろいろとね、戯曲とか、いろいろ活躍するわけですけれども、そんな人が脚本なわけですね。サックラー、詩人のサックラーが脚本を書いたっていうところで、結構ね、この映画の中にもなんていうか、詩っぽい、ポエムっぽい、なんていうか青臭いというかちょっと独りよがり的な急な自分語りとかね、そういったものが結構入ってきて、となったりするわけですねということで、この映画、長らくお蔵入りしていたわけですね。タイトルはカリスマが忌み嫌ったデビュー作というふうにしましたけれども、キューブリックは当時写真家だったわけですね。その写真家のキューブリックがお金持ちのおじさんからお金を借りてですね、あとはアルバイトをしながら、アルバイトって言っても別にマックで働くとかそういうんじゃなくて、自分としては特に撮りたいとは思っていなかったけど、金になるからドキュメンタリーを撮ったりとか、テレビのね、ドラマシリーズの監督をやったりとか、そういうことをして、アルバイトをしたわけですね。そうやって貯めたお金を使ってですね、自主映画を撮ったということですね。この恐怖と欲望。この恐怖と欲望っていうタイトルも結構二転三転したらしいですけれども、恐怖と欲望、いいタイトルなんじゃないかなというふうに思います。で、この映画公開したわけですけれども、評価としてもね、新人としてそこそこ評価されたわけですね。結構いろんなところで評価はそれなりにはされたんですけれども、ただキューブリック自身がですね、この作品を本当に嫌っていて、ひどい映画だと、恐ろしく独りよがりで、知的生産物としては底が浅く、非常にそやで、お粗末で、役に立たない出来とか、真面目な努力作だが能力が及ばなかったとか、失敗したアマチュアの練習映画だとかね、退屈でわざとらしい、全くダメな出来損ないというふうに、自らこの映画のことを酷評してですね、世に出回っていた映画のフィルム全部買い取って、いろんなところ出向いちゃ買って回収してですね、なるべくこう全てを自分で封印したわけですね。で、いくつか映画館とか、そういったところに残っていたフィルムもあったわけですけれども、キューブリックが回収しきれなかったフィルム、そういうのもあったんですけど、そのフィルムを保有している人たちに対してキューブリックはですね、もし俺のこの映画恐怖と欲望を上映したら訴えるぞと著作権は俺にあるんだぞと脅しをかけてですね、実際上映をしようと思っていた映画館もいくつかあったんですけど、取りやめということになっていたという幻のデビュー作となっていたわけですね。
当時の人はまあほぼもう見れないという感じになっていたんですけれども、まあ死にに口なしということでキューブリックの死後こうやってねリリースされて僕らも見れるようになったという作品が恐怖と欲望ですね。まあね、しょうがないですよね。いくらキューブリックでもやっぱね、死んでしまったらその意思が受け継がれるっていうのはね、なかなか難しいんですよね。映画のあの何縦横の対比についてもキューブリックは昔のね四角い映画サイズにこだわってビデオだろうが DVD だろうが全部ねそのサイズでしか、許可しなかったわけですけれども、キューブリックが死んだ後はねもうみんな自由に当時のスクリーンのサイズにしたりとか今のテレビのサイズと同じサイズに切り取ったりとかしてますよね、そうされちゃいますね。どうしてもね、やっぱお金が欲しいですからね。なかなかね、キューブリックが生きてるうちはそういうことはちょっと怖くてできなかったけど、死んじまったらこっちのもんだぜという感じがまああるわけですねということで今回はこのキューブリック幻のデビュー作恐怖と欲望についていろいろと見ながら考えていきたいなというふうに思います。まあキューブリックくん、この時は5歳、24歳5歳でしたっけ。まあ新人監督ということでいろいろとね添削しながら、キューブリックくんまあなかなかね将来性があるかなっていうふうに思ったりもしますんで、まあ彼の今後もね期待しつつちょっとこのデビュー作見ていこうかなというふうに思いますんで、皆さんこの後もよろしくお願いします。さてそれではタイトルからですね、恐怖と欲望というタイトルなんですけれども、まあダブルミーニングならぬいろんなミーニングがきっとあるんだろうというふうに思います。まあ恐怖というのは分かりやすく戦争とか敵とか、まあ、人間の持っている狂気とかね、あとは心、死、そういったものが恐怖ということで表されているんでしょうね。そして欲望というのはまた戦争とか、この映画の中で分かりやすく出てくる女とか、あとは自分の名誉欲ですね、心、そして生、生きる、これらが欲望ということで、恐怖と欲望というのはこういうものでタイトルはなっているんだろうというふうに思います。この映画基本的に全体的に全てが恐怖と欲望で出来上がっているというふうに見ることができますんで、まあ、タイトルとしては非常に良いのではないかなというふうに思いますね。そして一番最初は森が映って、ナレーションが入るわけですね。森の中は戦場だ、これは実際の出来事ではなく普遍的な戦場の話である、したがってここで戦う兵士たちも我々の想像の産物だ、この森で起きていることはいずれも史実ではない、しかしどんな世界であろうと恐怖と不信と死は普遍なのだ、この兵士たちは我々と共通の言語を話すが彼らの祖国は心の中にしか存在しない、というナレーションでこの映画は始まります。まあ、新人監督のキューブリック君なんですけれども、まあ、正直言ってですね、この冒頭のナレーションは全く必要ないですね。無駄、無用以外の何者でもないというふうに僕は思います。まあおそらくキューブリックにとってこの説明、一番最初の冒頭のナレーションっていうのは絶対に必要だというふうに思ったんだと思います。まあ例えば、〇〇戦争だから〇〇とか、何やら戦争の場合だったら何やらみたいな、そういった固定概念を外してみてくださいとか、これは第一次大戦とか第二次大戦とか、なんちゃら戦争とか朝鮮戦争とか、あ、ちなみにキューブリックはね朝鮮戦争に行く予定があったんですよね。キューブリックは朝鮮戦争に駆り出される予定があったんですけど、何らかの理由でそれは免除になったというか、兵隊試験に落ちたというか、そういったことがあったんですよね。まあ、なんだっけ。だなんとか戦争だからなんとかみたいな、そういったことを考えてもらいたくない。これは戦争という行為そのものを描いた映画なんだということを
おそらくキューブリックは言いたかったんだと思うんですけれども、ただですね、こういうナレーション僕全般がいらないって言ってるんじゃないんですけど、ナレーションというもの自体がね、必要なナレーションもあれば、このようにいらないナレーションもあるわけですけれども、この映画を見る観客がですね、映画を見てればわかるだろうとか、なんとなく察することはできるでしょっていうものをわざわざ言葉にする必要っていうのはないわけですね。例えばこの映画の場合は、具体的な国の名前とか、この戦争が行われている場所とか、そういった固有名詞みたいなものは一切出てきませんよね。だからこの映画を見ているお客さんは、これが一体何戦争なんだろうとか、これは一体どこの場所で行われているんだろうとか、そういったことがわからない状態で見るわけで、もしかしたら何々戦争かなというふうに思ったりもするけど、まあよくわからないねというふうに僕たちは考えるしかないですよね。例えば戦争に詳しい人がいたとしても、この軍服とこの装備だと何々戦争っぽく見えるけど、でも場所は違うからとか、いろいろ考えた結果、この戦争が何々戦争っていうのはちょっとわからないねみたいな結論に達するしかないんですよ。だからこの戦争は実際の戦争ではなくみたいな話はナレーションでしなくてもわかるんですよね。僕たちは勝手にそれを、あ、これは戦争なんだなっていうふうに察することができるんで、それで十分でしょうというふうに僕は思うんですよね。まあその他にもいろいろとこのナレーションには、キューブリックがどうしても観客に伝えたいと思ったであろう重要な要素っていうのがあるわけですけれども、ただそれもですね、ナレーションで言うことではなかったなというふうに僕は思います。ちょっと話ずれますけど、映画は引き算だってよく言われますよね。引き算ね、まあ僕も自分のこのチャンネルの動画の中で、見てりゃ分かるシーンを入れる必要はないでしょみたいなね、観客をバカにすんじゃねえぞという話をよくするわけですけれども、まあ、例えばこういうことです。絵があると思うんですけれども、紙飛行機を飛ばすこの手元の絵がまず最初にあって、紙飛行機が飛んでいるのを見ている少年の絵があって、その少年が走り出す、そして紙飛行機が地面に落ちる、地面に落ちた紙飛行機を拾う、そしてその紙飛行機を見つめるっていう一連のシーンがある場合ですね、まあ小説だったらこの描写は全部必要なわけですね。小説は文字で書いて読者に想像させることが重要ですから、小説はまあなるべく細かくいろんなものを書いた方がいいわけですけれども、映画の場合は僕たちは画面を見ることができるんで、この一連のシーンは全て必要というわけではないんですよね。じゃあどのシーンが必要なのかっていうと、まあそれは演出の意図だったり、物語の筋だったり、その辺によって多少は変わってくるわけですけれども、まず絶対に必要なのは一番最初のシーンですよね。この少年が紙飛行機を飛ばしたっていうことが分からなければダメだから、一番最初のシーンは必要ですね。で、二つ目と三つ目、飛んでいる紙飛行機を見ている少年と紙飛行機を追いかける少年、これはどっちか一つでいいですね。ここは演出の意図によって変えていいと思います。どっちか一つ。だって紙飛行機を飛ばしたら紙飛行機は飛ぶって分かるわけだから、誰が見たってね。紙飛行機を飛ばしたら紙飛行機は飛ぶんだから、紙飛行機が飛んでるシーンっていうのはなくてもいいわけです。で、紙飛行機を飛ばした後に少年が走り出したら、紙飛行機を飛ばした紙飛行機を追いかけてるんだなっていうことも全員わかりますから、どっちかでいいわけですね、このシーンは。で、次、紙飛行機が落ちる、地面に落ちたっていうシーンはどう考えても僕はいらないと思うんですよ。だって紙飛行機って落ちますから、みんな知ってますよね。100人中100人知ってますよね。紙飛行機を飛ばしたら最終的には落ちるって全員知ってますから、紙飛行機が落ちるシーンっていうのは必要ないんですよね。で、次が演出の意図によってどっちかですね。紙飛行機を拾うシーンを撮るか、紙飛行機を手に持っているシーンを撮るか、これはどっちかでいいというふうになりますよね。というふうに、この観客が映像で見せられなくても、例えばセリフで聞
聞かなくても分かるっていうことは描く必要がないんですよね。小説は文字を使って読者に対してこの世界観っていうものを想像させるわけですよね。それに対して映画っていうのは文字ではなく映像で見せることによってその想像させるわけですよ。映画は映像があるから観客は何も想像せずに映画の絵だけを見てればいいんだではなくて、どこを切り落とすかによってそのシーンに何があったかを観客が頭の中で各々補完すればいいわけですよね。例えばじゃあこの紙飛行機のシーンで言うとすれば、紙飛行機を飛ばしました、少年が走りました、でその後拾いましたってあれば、他の途中のシーン、紙芝居が飛んでいるシーンとか地面に落ちたシーンっていうのはそのシーンの映像がなくても僕たちはわかるじゃないですか。そこをね、いかに想像させるか、いかに観客に間を行間を補完させるかっていうのが映画の面白いところなんじゃないかなというふうに思うわけですよね。だから、説明されなくても分かることっていうのは極力排除した方がいいわけです、映画っていうのは、というふうに僕は思います。まあ何でもかんでも分かりやすく書いときゃいいじゃんっていうふうに思う人もいるでしょうけど、僕はいや、そのシーンなくても分かるからいらないよっていうシーンはない方がいいんですよね。そういうことができていない映画っていうのは僕の中では観客を信用していない人が撮っている映画、もしくはその監督の非常に独りよがりな映画だなというふうに思って、こういう作品っていうのは大抵面白くないなということになるわけです。言われなくても分かることは言わなくていいよっていうのが僕の考えなわけですね。でこの映画、まあ冒頭のシーンですけれども、ナレーションがありましたよね。あのナレーションもおそらくキューブリックは違う風にとらわれたくないとか、ここはこういうシーン、この映画全体はこういうことを言いたいんだっていうことを観客に伝えるために、ナレーションを入れたんだと思いますけれども、あのナレーションはなくても全てを観客に伝えることはできたはずなんですよね。っていうかできてると僕は思うんですよ、この映画は。ただおそらくね、キューブリックは観客には伝わらないかもしれない自分の考えがとか、そこまで観客は映画について真剣には見てくれないかもしれないということで不安だったんだと思いますね。だからこの映画撮り方をちゃんと工夫すればですね、この映画自体が本当の戦争を描いたものなのか、または本当の戦争ではない何かごっこ遊びみたいなものを描いたものなのか、もしくは本当はこんな戦争はない誰かの妄想なのかっていう、そのあたりを全てを曖昧にしたまま始めて終わらせるっていうこともできたはずなんですよね。キューブリックはそのできたはずのことをしなかったんです。努力を怠ったんですね。ナレーションで言っときゃいいじゃんっていう風になったんだと思います。よろしくないですね、新人監督のキューブリック君。こういう努力は惜しまないように、でなるべく観客が分かるであろうことは言う必要はないんだよということを僕はこの新人のキューブリック君に言いたいですね。まあなんとなくこのデビュー作を見る限り才能を感じるんで、まあもしかしたら将来的には逆に何か宇宙を舞台にしたような映画で逆に何の説明もしなさすぎて観客の頭にハテナを思いっきり浮かべさせる映画をね、なんか将来撮りそうな感じがしますけどね。まあちょっとこれはね、このナレーションはよろしくないなというふうにまあ思ったりはしますね。全く必要のない全く無駄なナレーションだったなというふうに思います。さて本編が始まって主人公たちの今の状況の説明台詞というのが入りますね。敵地内で飛行機が墜落をして、そこからなんとか脱出したけど武器はほとんど持っていなくて、10キロ先の自陣までなんとかしてたどり着かなければいけないという状況だよという説明台詞がありました。
この説明台詞は OK ですよね。まあここのさじ加減が非常に難しいんですけれども、この説明台詞はいろんな面倒くさいことを時短してくれるんで、僕はありだというふうに思います。さっきのナレーションはね、そこは映画の中で語ってほしいなっていうのはあるんですけれども、この説明台詞はね、このこれがもし説明台詞じゃなく状況をいろんなものを映しながら説明しようとするとですね、まあ映画としてもだらけるというか、なんか進みが遅いなとかめんどくさいなとなるし、見ている僕ら観客からしても、いやもうさっさとこう教えてくれよというふうにね、ちょっと見ていてめんどくさくなるんで、この説明台詞はありだというふうに思います。まあ今の状況こういう状況だよっていうのを簡潔に伝えてくれるということですね。ただまあこの説明台詞自体はありなんですけれども、この説明台詞を言うタイミングとしてはまあ多少気になるかなっていう気はしないでもないですけどね。もう飛行機が墜落して、おそらくだいぶ時間は経っていて、でこのタイミングで飛行機が墜落して今こういう状況でっていうのを全員で急に言い出すっていう、このタイミング的に今のタイミングで合っていたのかどうかっていうのはちょっと気になるけど、まあまあまあ新人監督だし多めに見てやるかという感じですね。まあいいんじゃないかというふうに思います。で彼らのまず最初の目的ですね、コービー注意がこう言っていました。まず武器を手に入れなければならないと。この何拳銃1個しか持っていないと、今はこれだと不安だから、まずそれなりの武器をどっかで入手しないといけないねというふうに言っていましたね。まあこれ恐怖と欲望というものをそのまま体現している、セリフじゃないかなというふうに思いますね。にもかかわらず、まず武器を入手しなければならないと言ったにもかかわらず、コービー注意の最初の作戦はイカダを作って川を下ろうと、いうものでしたよね。まず武器が必要だって言ったのに、武器を入手するための作戦は1秒も考えずに脱出の作戦考え出したっていうところが、どうなっとるんだと、言ってることが違うじゃないかと、ちょっとぐらい武器を探すとかしなさいよと、思ったりしますよね。ということを話し合っていると犬が出てくるわけですね。首輪している犬が出てきました。この犬は実は敵の将軍のペットだということが、まあ、後にわかるわけですね。この犬敵の将軍のペットなのにもかかわらず、彼らはこの犬を非常に可愛がるということをしていましたよね。可愛いなお前は、なでなでみたいな、やっていましたよね。敵って一体何なんでしょうというのは、ここでなんとなく出てくるんじゃないかなというふうに思います。この映画の中にはですね、敵なのにそいつと敵対をしない犬というのが出てきて、もう一つ敵じゃないかもしれないのに敵対する女っていうのが出てきますね。敵なのに敵対しない犬、敵じゃないのに敵対する女、この2つが対照的に出てくるわけですね。でさらにこの映画全般にですね、この主人公たちに危害を加えようとする敵っていうのも一人も出てきません。まあラスト銃撃戦があるわけですけど、それは敵側がね、こちら側に一方的にやられたことによる反撃というか防衛のための攻撃ですから、そもそも主人公たちに危害を加えようとしている敵が一回も出てきてないというところがあって、さてさて敵っていうのは一体何なんだろうということを考えさせられる映画なわけですね。戦争そのものをこれは描いているわけですね。だから何々戦争ではない、どこかの実際にあった戦争ではないというふうに一番最初のナレーションで強調していた理由は、例えば宗教戦争だとか領土の奪い合いの戦争だとか民主主義のための戦争だとか人権を守るための戦争だとか、そういった背景がこの映画の中に入ってきちゃうと、戦争そのものを描くとはちょっと別のところに行っちゃうんで、
最初のナレーションがあったんだと思うんですけれども、まあ、何にしろどんな戦争にしろですね、戦争っていうのは善対悪ではないんだということを言っているんだと思いますね。敵対味方でもなく人対人でもない。戦争っていうのはじゃあ何で起こっているんだというと、お互いの恐怖と欲望というものが戦争をさせているんだよというものをこの映画は描いているんだというふうに思います。まあ、キューブリック後にも何本か戦争映画撮るわけですけれども、戦争そのものっていうのを描きたいんだというふうに思いますね。それはだから最初から、このデビュー作からそれは一貫して戦争というものを描いているんだということなんだというふうに思いますね。この戦争というものを描いているんだということに対して、いやだって何々戦争の場合はこっちがこうされたんだからああしなきゃダメだろうとか、そういった余計な色をつけたくなかったんだというふうに思いますね。だから最初のナレーションがあったんだというふうに思います。さてこの後非常に長ったらしいシーンが出てくるわけですね。兵士たちみんなが不満を漏らしながら、とにかくひたすら川を目指して歩くというシーンですね。あー腹減った疲れたとか、もう帰りたいとか、なんかブツ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 言いながら、この川までの道のりをオーバーラップしながら、いろんな声がね、そういう不満の声が入りながら何度も何度も繰り返してこう長い間歩き続けるというシーンなんですけれども、まあ、このシーンは時間経過っていうのと、まあ、恐怖と欲望というものを表現しているんだというふうに思いますよね。恐怖があるから、なんとか恐怖から逃れたい。でも日常的な欲望っていうのは常に、心に湧き上がってくるみたいな、そういったものを描いているんだと思うんですけれども、とにかくちょっと長いですね。見ていていつまでやってんだよというふうに思ってしまいますね。まあ、このシーンの意味合いというかシーンの目的としては、非常に長時間不満を漏らしながら歩いていると、道と敵の車両と川を見つけるというのがこのシーンの目的ですよね。であるならば、あそこまでの長尺、必要ないんじゃないかというふうに僕は思いますね。もっと切り詰めてすっきりして見せることはできたはずだろうというふうに思います。まあ一例として一応ね、この方が簡単だったじゃんっていうのを一応書いておきましたんで、こうすりゃいいんじゃねえのと、あんな長いこと何回も何回も歩いてるシーン撮んなくても、そんなにね重要なシーンでもないし、それでよかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただまあこの映画短いんで、1時間1分っていう非常に短い映画なんで、もしかしたらこのせめて1時間は超えないとっていう何かそういうのがあったのかもしれないですけどね。そのために本当は撮らなくてもいい必要のないシーンを無理やり入れ込んで時間調整したっていうのがひょっとしたらあるかもしれませんけど、まあないかもしれませんけど、分かりませんけど、ただやっぱね、そういう無理やりな時間調整ってね、良くないかなっていう気がしますね。無理やり時間調整をしたのであればね、してないのであればそれはそれでそんなにいらねえだろうと思うしどっちにしろいまいちだなっていうシーンですね。でまあイカダを作ってやれやれと言って夜まで待とうってなっている時に、敵の基地である小屋を発見したということですね。まあ基地というか拠点というかちょっとした小屋ですよね。ここで主人公たちは彼らが持っている食料と銃を奪うために、敵兵を殺すということをいたしました。この時主人公たちの表情と仕草というのが非常に恐ろしいわけですね。もう鬼の形相でナイフを敵に刺しまくってぐさ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 と殴りまくって、その主人公たちのね表情を正面からカメラでこう捉えて、敵の表情はまあ全くほとんど見えない状態で、食べている食料が床に散らばって息絶えるまでの様子っていうのを結構長尺で見せているわけですね。このシーンは必要なシーンだと思います。でこのシーンですね、
まあ、映画を見ている人たちとか、この映画の中の登場人物たちの立場としては、主人公たちというのは善であって敵は悪であるというストーリーを頭の中に思い描きながら映画を見ているはずですね。ここまで敵の陣地内に運悪く墜落してしまった、なんとかして逃げ延びないと殺されてしまう、だから頑張ろうっていうこの人たちは善に見えますよね。で、この人たちを殺そうとしている敵っていうのは悪に見えますよね。でも戦争に善も悪もないわけですね。この食料と銃を奪う時に人を殺している主人公たちはめちゃくちゃ恐ろしい顔をして、どっからどう見てもこいつらは悪者だろという感じがあるわけですね。これがこの映画の結構重要なポイントだと思うんですよね。この映画はいいもんとか悪もんとか、そういったものはいないんだと。あるのは戦争という行事、これだけがあるのであって、いいもん悪もんそういったものはこの映画の中にはどこにもいないよということを多分言っているんだと思いますね。だから僕たちはいいものだと思って見ていた主人公たちが非常に恐ろしいし、悪者だと思って見ていた敵兵たちが何の無抵抗のまま無残に殺されていくっていうシーンを見ることになるわけですね。まあ、このあたり非常にやっぱキューブリックうまいなというか、戦争そのものを客観視して見ているなっていう感じがね、ありますよね。後のカリスマの片鱗をもう見せているだろうという感じがあると思います。素晴らしいシーンだと思いますね。さて、敵兵を殺して満足そうにシチューを食べるマック軍曹というのが出てきます。このシチューを食べている様子がめちゃくちゃ汚らしいですね。こぼしまくってべちゃ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 シチューを食っているわけですね。これは分かりやすく欲望というものを表しているシーンだと思うわけですけれども、欲望っていうのは非常に汚らしいもんだなというのをなんとなく表現しているのかなという気がしますね。まあ、ここでちょっとした言葉遊びという感じで、森の中でも文明人らしくしなきゃなという話が出てきましたよね。文明人っていうのは一体何なんでしょうか。文明人っていうものは何なのかっていう定義はよく分かりませんけれども、これはおそらく皮肉として、出している言葉ですよね。全く文明人っぽくないことを彼らはしているわけですね。見た目とか話し方とか、例えば話し合いの進め方とか、仲間内でのこのふざけ合いとか、他人を思いやる気持ちとか、そういったところを見ていると文明人っぽいなとか現代人っぽいなとか、非常に紳士的な人間だなっていうふうに思ったりもするわけですけれども、彼らは人を殺してシチューを食ってるわけですね。で、まあ、この後女をレイプしようともするわけですね。文明人って一体何なんだろうと。彼らは文明人っぽかったのか、それとも野生っぽかったのか、またはこれが文明人なのか、そういった皮肉、そういったものを表現したセリフだったんじゃないかなというふうに思います。ということで女が出てきますね。ちょっとね、高嶋ちさ子に似てるかなっていう感じがしますけれども、あのバイオリンのね、あれ高嶋ちさ子だよね。ちょっとね、なんとなくちょっと似てるかなっていう感じがしますね。どうやら言葉が通じないっぽいということですね、この女の人。でも多分実際は通じるんじゃないかなっていう気がしますけど、相手のね、敵の将軍とかは普通に英語喋ってましたから、通じないのか通じないふりをしているのかどうかちょっとよく分かりませんけれども、まあ、とりあえず木に縛り付けておこうということになりました。見つかったんでね。で、シドニー君を見張りに置いて、他の3人はイカダを確認しに行こうということになりました。まあ、さっき銃撃戦をしたりとかしたんでね、ちょっとした食料を奪うためにね、もしかしたらあれの騒ぎでイカダが見つかったかもしれないと思って、一応確認しに行こうというふうになったわけですね。で、シドニー君一人残されて女と一緒にいるわけですけれども、どん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 シドニー君のなんか妄想が広がっていってですね、あ、
この女を犯そうという気持ちになってきたわけですね。シドニー自身は、自分は文明人だから、レイプなんていう乱暴なことはしないよみたいな態度をとっていますけど、あれは完全にレイプしようとしていますよね。まあ時代的にレイプを描き出せないっていう時代映画でね、そういうシーンは無理っていうシーンだったりとか、いろいろ制約もあったでしょうけれども、シドニーは僕は君に恋をしているんだ、だからいいだろうみたいな感じでね、やっていたわけですけれども、あれは完全にレイプですね。そんなシドニーがレイプをしようとして縛りつけていた女を解放した瞬間に逃げられてしまったわけですね。逃げられた女をシドニーは射殺しました。そして女を射殺したシドニーは頭がおかしくなってどっかに走り去っていってしまうということになるわけですね。まあ展開としては非常に無理があるんですけど、ここ、なんだ急にとそうはならんだろうとか、ちょっと展開が早すぎるというか無理やりすぎるだろうっていう感じはまああるわけですけれども、まあやりたいことはわかるかなっていう感じはしますね。シドニーがどうして女を殺したのかというと、恐怖と欲望のために女を殺したわけですね。シドニーっていう男はですね、いつでも平和主義者善としていました。殺すことないだろうとか、そんなことしなくていいじゃないかとか、逃がしてあげようよとか、彼女は何もしないよとか、いつだって平和主義者善としていたわけですね。なんでシドニーがそうしていられたのか、平和主義者善としていられたのかっていうと、自分よりも悪である仲間の中に自分は身を置いていて、自分はその悪である仲間たちに助けてもらっているわけですね。まあ仲間ですから庇護してもらっているというか、まあお互いシドニーを守るためにみんながいるし、まあみんなを守るために自分もいるわけですけれども、そういう仲間内という安全圏の中にシドニーはいたわけですね。それでさらに自分の意見っていうのは通らないっていうことがシドニーには確実に分かっています。女の子をそんな縛りつけたりしないで解放してあげなよなんていう自分の言葉が通らないことは分かって言ってんですね。で、自分の意見が通らないイコール自分は何の責任も負う必要がないという状況だったからこそ、この偽善的な平和主義者でいられたわけですね。シドニーのやっていたあの平和主義者的な行動っていうのは全て偽善です。心の底から人を殺しちゃいけない、女の子を解放してあげた方がいいっていうふうには思っていなかったんです。じゃあお前の言う通り女の子を解放しよう、そのせいで全員が死んだらお前責任取れよってもし言われたとしたら、そんなことはできません、責任は取れませんって言うし、そんなことがあった場合は俺が責任取るよってもし言ったとしても、いざとなったらシドニーは逃げますよね。そういう男だと僕は思います。シドニーはですね、この女をレイプしようとしたわけですね。レイプしようとしたけど逃げられたわけですね。逃げた女っていうのは敵の将軍に報告をしに行くかもしれないというふうにシドニーは考えました。自分の仲間はいつ戻ってくるのかわからない。仲間が戻ってくる前に敵が自分を殺しに来るかもしれない。だったらこの女を今殺すしかないというふうに思ってシドニーは女を殺したわけですね。人が人を殺すというのは恐怖と欲望のために人は人を殺すんだということですね。シドニーのこの、思考というのは恐怖と欲望というものを表現しているものだと思います。恐怖っていうのは自分が殺されるかもしれない、欲望っていうのは自分は殺されたくないというものですね。まあ、女をレイプしようとしたっていうのは分かりやすく欲望なわけですけれども、本質はその後の女を殺したシーンであって、なぜ女を殺したかっていうと自分が殺されたくないからなわけですね。それは女は憎いからとか敵だからとかではないわけです。恐怖と欲望でシドニーは女を殺したわけですね。だからオープニングのナレーションの中にあった彼らの祖国は心の中にしか存在しないというセリフになっていくわけですね。恐怖と欲望っていうのは心の中に存在するわけですね。
この中で人間は生きているんだ、恐怖と欲望というものの中で人間は生きているんだよということを言っているわけです。ただだからナレーションっていうのはどうしてもキューブリックが言いたかったことなんだというふうに思います。ただ僕はそれをどうにかしてナレーションではないもので映像とか、ちょっとしたセリフとか何か別の方法で表現してほしかったなというふうに思ったりしますけどね。マック軍曹が敵の将軍の暗殺を提案するということになりましたね。敵の将軍を見つけたと、これはラッキーだと、やっちまおうというふうになったわけですね。このマック軍曹、なんで敵の将軍を暗殺したいのかですね、安全に自軍に帰る方がいいだろうというふうに、まあみんな思ってるわけですけど、マック軍曹はいや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 と、これはやるべきでしょうと、すぐそこに敵の将軍がいるんだからチャンスだとなるわけですね。このチャンスというのは何なのかなんですけれども、もちろんマック軍曹は自分の軍、自分の国、まあ国対国なのかどうかもよくわからないですけど、自軍の勝利のために将軍を殺そうと、暗殺しようと言っているのではないわけですね。自分や仲間がそうした方が助かる可能性が上がるからでもないですね。助かる可能性はむしろ下がっているわけですね。ではなんでマック軍曹は将軍を暗殺したいのかというと、これまで何もなかった自分の人生とか将来というものに対する不安、恐怖のために敵の将軍を殺そうというふうに言っているわけですね。マック軍曹はどうやらただの修理屋なんだと、これまでも修理屋でやってきたし、この戦争が終わる、もしくは兵役が終わると自分はまたただの修理屋に戻ると、何もないんだ俺の人生には、ここで何かやらなきゃ俺の人生は何の意味もないんだというこの恐怖、そしてこの何もない人生を解決したいという欲望、こういった恐怖と欲望のためにマック軍曹は敵の将軍を殺そうというふうに言っているわけですね。自分の人生には何もないから今このチャンスはどうしてもものにしたいんだと、自分の命を懸けてでも戦果を上げたい、ここで敵の将軍を殺せば自分の将来はもっと良いものになるかもしれないというふうに考えてこれを提案したわけですね。まあ他の二人、一人はね、もう頭おかしくなってどっか行ってますから、仲間は今二人になっているわけですけれども、他の二人もまあ、自分たちにはあまりリスクがなく、それでいて戦果が上げられるということで、まあ、じゃあいいだろうということになりましたね。ということで、敵の将軍と大尉の二人が出てきます。この敵の将軍と大尉はですね、主人公たちのコービー中尉とフレッチャー兵士、この2人が2役で登場をして敵の将軍と大尉の役をやっているわけですね。でマック軍曹がおとりとなって将軍の暗殺というのは見事に大成功します。この時注目するべきなのはコービー中尉とフラッチャー兵士の2人がおのおの自分の2役である敵の大尉と将軍を倒してるわけですね。コービー中尉は敵の将軍と二役やってるわけですけど、コービー中尉が将軍を殺したわけですね。フレッチャー君はフレッチャー役と敵の大尉を二役やってるわけですけど、フレッチャーは敵の大尉を殺しました。さて敵って何だいという問題がまた出てくるわけですね。敵と味方の違いっていうのは一体どこにあるんだろうということです。これがこの映画がずっと表現していたことじゃないかなというふうに思いますね。敵と味方の違いっていうのは一体どこにあるんだ。例えば敵である可愛い犬と敵じゃない美人な女にもかかわらず、敵の犬は逃がして敵じゃない女は殺したっていうことがあったわけですね。で今度は自分と同じ顔を持っている敵を自分が殺したということなんですね。敵と味方の違いっていうのはどこかにあるんでしょうか。実はどこにもないんじゃないかということですね。だからこの二役っていうのをわざわざやっているんだというふうに思います。二人分
ギャラがなかったとか、自主制作だから大変だったとか、そういったことではないと思います。これはあえて二役にしたんです。だからこの二役の意味としては、むしろこの同一人物というような意味合いもあったのかもしれません。敵は自分の中にいるんだというか、そういったことですね。最初のナレーションで言ってましたよね。ここで戦う兵士たちも我々の想像の産物だというふうに一番最初のナレーションで言っていましたね。そういったことなんだというふうに思います。敵って一体何なんだいと、何をもって敵としているんだいということですよね。まあ暗殺は見事成功して、コービー、チュイとフレッチャーさんは飛行機で帰って、マック軍曹とシドニー君は、まあシドニー君途中で拾われるわけですけど川でね、ほえーほえーって言ってるところをコービーじゃないやマック軍曹が通りかかるという感じでイカダに乗っけてジ軍に戻ってくるわけですけれども、この時最後のセリフ、コービー注意はこう言っていました。全ては幻覚だ、まだ死にたくない者が見る幻なのさ、というふうに言っていましたね。全ては幻覚だ、まだ死にたくない者が見る幻なんだということは、これは何を指して言っているのかというと、生きるというのはこういうものなんだっていうことを言っているんだと思います。生きているというのはまだ死にたくない者が見ている幻なんだと、まだ死にたくないと思っている者が見る幻というものが生なんだよということを言っているわけですね。ということでこの映画は終わるわけです。映画の出来としては良いですよね。まだまだ荒さとか、まあ、間違った方向でも身勝手さとか、背伸びした感じっていうのは映画の中で見受けられるわけですけれども、まあ新人監督だし、その辺はまあご愛嬌として見てもいいだろうということです。映画の出来としてはそんなに悪くはないと思います、新人としてはね。ただ当然ですけれども、この内容ではヒットする要因もないですね。商業映画としては全く成り立たないお話ですよね。これといった見どころもないし、映画的な何か迫力のある観客を引きつけるシーンというものもないし、脚本は地味だし、ヒットすることはまあないだろうという映画ですね。まあこの映画根底にはですね、キューブリックらしさというか、キューブリックならではのこの客観性というか、そういったものもあるし、ストーリー全体にもね、これからさらに洗練されていくこの神の目線的な、人間ってこういうもんでしょ感っていうのが、流れていますよね。だからこのキューブリックとして、キューブリックが撮った映画という感じはこの映画からはバシバシ伝わってきますよ、新人監督1本目の映画としても。ただまだちょっとこの映画の完成度としては完璧にはちょっと遠いかなっていう感じはあるんじゃないかなという気がしますね。キューブリックの後のあの珠玉の名作たちから見るとね、まあまだまだこれが新人監督キューブリックくん、カブリックくん、クーブリックくんだっけ、この新人の子ね、なかなか将来が楽しみなんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は恐怖と欲望について、スグワがダメを出すという回になりましたねまあ見たことない方、1時間ですので映画としては、短いんでね、まあ一度見てみたらどうかなというふうに思います。ということで、今回はキューブリックの幻のデビュー作、恐怖と欲望についてお話ししました。どうも皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。ということで、この映画はまあキューブリック大嫌いだったわけですね。何がそんなに嫌だったのか、もう一回キューブリックのコメントをいろいろ見てみると、ひどい映画、恐ろしく独りよがりで、知的生産物としては底が浅く、非常にそやでお粗末で役に立たない出来というふうに言っていますね。まあ独りよがり、そうですね、独りよがり感はある
映画ではありますよね。特にあの道中で一人語りというか詩をね、兵士たちがモノローグで言うシーンとかあるんですけど、あのあたりとかは何を言っているんだいと、ちょっとまあそのあたり詩人が脚本家なんで、まあその辺はしょうがないかなとも思ったりもしますけど、でキューブリックがそこをなんか妥協したのかもしれないですね。初めての映画だし脚本家の言うことを聞いた方がいいかなみたいな、そういったところがもしかしたらあったのかもしれないですね。まあそやでお粗末っていうところもありますね。ただ役に立たないでき、まあキューブリックはその後戦争映画を何本か撮るわけで、おそらくこの恐怖と欲望をもっといいものにしたい、いいものにしたいということを思いつつ、撮ったのかもなという感じがしますね。真面目な努力作だが能力が及ばなかったっていう、ちょっとここだとねトーンダウンしてるというか、認めつつ、この作品のことは認めつつもまだ若かったんだという言い方もしていますよね。で失敗したアマチュアの練習映画ということも言っているわけですね。まあそうね、退屈でわざとらしい、全くダメな出来損ない、まあキューブリックはそういうふうに言ってるわけですね。まあ向上心があっていいんじゃないかなという感じもしますけれども、まあ確かに僕も、まあ、いくつかダメだしっていうかここはなーっていうところを言ったんですけど、他にもいろいろあるっちゃあるんですけど、まあでも全体的に流れるものは確かにキューブリックですしね。まあかっこ新人ですから、あんなこともあったなはははって言ってりゃいいんじゃねって僕は思ったりしますけどねそういう風にはできない人なんでしょうねキューブリックさんはね。まあそうですね、カット割りとか、例えば今なんでこの人のアップにしたのかとか、このアングルなぜこうしたのかとか、意図が読めるシーンとよくわからないシーンとがあったりはしますよね。そのあたりがキューブリックとしてもなんとなくでこういうもんだろ映画ってっていう感じで撮ってしまったのかもしれないですよね。そういうところが非常に嫌だったっていうふうに自分では思っているのかもしれないし、まあなぜキューブリックがこの作品をこんなに毛嫌いしていたのかっていうのはキューブリックにしかわからないことなんでね、僕らが想像してもなかなか難しいもんではあるんですけれどもね。まあそういうことで、今回はキューブリック第一作、キューブリックがどんなに否定してもこれがデビュー作ですからね、これでキューブリックは世に出たということになりますね。まあその前にドキュメンタリーとかは撮ってるわけですけどね。ということで、皆さんチャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。そして取り上げてほしいリクエストありましたら、僕のチャンネルの中に入っていただいて、コミュニティというところにリクエスト書くところがありますんで、そちらへよろしくお願いします。サブチャンネル、 LINE スタンプもよろしくお願いします。そして、すぐはカルオ初の書籍、そちらの方もまだ予約受付中の時期ですよね。まさかもう打ち切ったりしてないですよね、大丈夫でしょうか。もし何かあったら字幕でなくなりましたって書いてあるかもしれない、もしくは大好評ですと書いてあるかもしれない、わかりませんけれども、そちらの方もぜひよろしくお願いします。僕も頑張って命を懸けて書こうと思っていますんで、よろしくお願いいたします。ということで今回はスタンリー・キューブリック監督のデビュー作、恐怖と欲望についてお話ししました、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。